なんかね、アメリカのボランティアとかインターンしてた時よくあったんが、うん、なんかみんなやり方違うみたいな、うん、アメリカの一般的な企業と日本の一般的な企業で比べた時も言えると思うねんけど、うん、なんかまあ普通にやっぱさ、アメリカは普通に会社でニックネームで呼んだりするし、あ、普通にそう、朝一ってめちゃめちゃなんかがフラット、そうそうそう、うん、なんか今のプラン的にはさ、どんな感じなの、将来なんかどういうことしたいとかある？そっちやろ、そっちの方が聞いてて価値あると思うで、うん、それお願いするわ。そう、今の会社の話なんてどうでもいいよ。その前々からそのまあスポーツチームで働きたいっていうのはずっとあってんけど、自分がこう主導で何かやりたいっていうのも同じくらい強くこう持ってて、うん、で今一旦やっぱまあコロナでスポーツ業界危ういし、うん、でまあ夢の仕事のアメリカのスポーツ業界で働くっていうのもまあもう2、3、1、2年は無理やん、最低でも、うん、でもう次々って考えていきたいタイプやから、うん、待つというより、うん、だから今もう自分主導でなんかできひんかなって考えてて、で、まあ、詳しくは言えへんねんけど、うん、言える範囲で、そうそう、バスケットが大好きなんよ俺は。だし、でまあバスケット大好きな仲間がいるから、うん、それでまあバスケ関係の会社を作ろうかなとは今考えてて、うん、だからそれも相まってもう時間が足りんのよ、うん、働かな感じな9時まで。だからなんかね、7時とか8時まで普通に働くみたいなのはめちゃめちゃやめてほしいし、そうっていうところでそこはストレス感じてるかもな毎日。そうそう。え、その残業代はちなみに出る ?9 時まで。出へん出へん、見込みや。え、見込みっていうのはどういうこと？見込みで働くと思ってもらえる？あれは残業代、あれってどうなってんやったっけシステム。なんか俺そこまでまだ分かってないんよ。給料振られてるってことやな、見込みってことは。そうそうそう、けどなんかね、まあそんなに良くないよ、その、うん、時間に対してはそんなにもらえてないみたいな感じ。そう、うん、じゃあ割にやってない、全然やってへんし、じゃあなんかそう、もうまあそうそうそう、一言で言うと、うん、そう、時間の割には全然合ってへんし、もう一つ言うと、なんか残業して売り上げ多分あんま伸びてないんよ。ああ、無駄。例えば、そうそうそう、1時間残業して10万円利益増えましたやったら意味あるけど、うん、確かに。マジで1時間残業してほんま全然多分利益上がってることしてないんよ別に。ああ、なるほどね。そうそう、だからそこを意味あんのみたいな。ほんまの意味ないやと思うねん、あれ。いや、もう時間の方が大事やからな。そう。あの人ら、じゃあそれはもう全然いいよ。人それぞれやし。うん、けど、なんか、いや、あの人ら他やることないかなとかは思う。俺、帰って、飯食って、じゃあ飯食う前にジム行って、うん、で帰ってきて飯食って、そっからなんか調べたり本読むなりなんかプロジェクト進めたりやりたいのに、うん、そういうのはあんまないんかなとは思ったりするけど、仕事しかしてなさそうみたいな。そうで、しかもなんかまあやりがいはあんねんけど、うん、なんかね、思いなんか一気に成長させようみたいなまま感じへんから、うん、こうまあずっとやってって業績上がってったらまあ、こういうことできるよねみたいな感じで、今までプラス
10% くらい伸びたらいいなみたいな感じでやってはんねん。それはいいねんけど、うん、なんか俺的にはまあここまだ多分考え甘いとことかもあるんやと思うけど、うん、もう行けるとこまで行きたいよ、ぐわーって上まで。気持ち的にな。そうそうそう、うん、そういう人の方がさついていきたくなるやん。でも上の人は別にそういう感じじゃないから、うん、ゆっくり伸びてったらいいよねみたいな。そうそうそう、うん、感じかな。うんうん、いや、なんか言い残したこととかない？今の言い残したことはアメリカ、カナダ、オーストラリア、大学3年生、4年生、ないっすか？言い残したこと。ああ、なんやろな。オーストラリア、カナダとかは分からんけど、うん、言うてアメリカ留学してる人は、うん、社会経験めっちゃ少ないと思うよ。うん、やっぱバイトできひんし、そうやな、そうで、まあ、ボランティアっつっても、まあ、ボランティアはできると思うねんけど、うん、なんか単発やねんボランティアって。あ、2週間に1回とかじゃなくて、なんかもう2ヶ月に1回こういうことあります、でそれのなんかいいボランティアしたかったら選考厳しいからさ、うん、2ヶ月の1回のチャンスものにできひんかったりしたらまた2ヶ月待ったりせんとあかんやんか。ボランティアも競争激しい。なんかね、まあそれは俺がスポーツ業界やったからかな。あ、はいはいはい、そうインターンとかだから、そう夏休みをほんまに有効に使った方がよくて、なんか俺結局いろいろやったけど、夏休みとか、まあ、学校いる間のインターンとかも結局一番良かったのは、日本に夏休み丸々3ヶ月帰って、うん、スポーツチームでやったインターンが結局一番良かったんよ。はいはい、おお、それは大学何年生の時にやった？それは大学2年の夏休みとかかな。夏休みに日本で3ヶ月くらい働いた。そうそうそう、それなんかだから例えばアプライするときにいろんな質問にこう最初はライティングで書くと思うねんけど、やっぱこう長いスパンやってて気づいたこととかを書いた方がいいから、やっぱ夏休みをこう有効活用するというかのは大切かな。うん、やっぱほんまバイトできひんとかって結構、うん、何、日本の大学生と比べてさ、せやな、こうディスアドバンテージやから、うん、そこをこう補うじゃないけど、うんうん、夏休みはまあ好きなとこで働いて経験積んで、うん、やらんと夏休み遊んでたらほんまに日本の大学生よりこうアメリカ卒業しましたっつっても日本の大学生よりしょぼかったりする。実際さ、アメリカ大学卒業しましたって言ったらさ、何も知らん人からしたらさ、え、すごいなってなるけどさ、そういうなんか反応とかさ、どういう対応されたみたいなとかってある？いや、そこはどうやろな。俺自身が、うん、このアメリカの大学卒業しましたとか、英語喋れますみたいなのを全く押さずに就活したから、うん、言ってないんや。うん、もう書いといただけ。ああ、向こうが突っ込んできたらみたいな。うん、でも例えばじゃあ大学で学んだことはとかなると、うん、まあそれはアメリカの大学で、うん、学んだことを言うから、うん、日本の大学ではできんようなことを言ったりして、そこではまあ使ったけど、うん、なんか特にアメリカの大学なんでみたいな、なんかこれもこれもできますみたいなのを全くやらんかったかな。うん、なんかでも覚えてもらえるっていうのはアドバンテージかもしれない。ああ、確かに変なやつ来た後は絶対なるから。完全にまあ同じ日にさ、5人面接したとしてさ、1人だけアメリカの大卒やっても絶対覚えられるやつじゃん。確かに。うん。そういうのでもまああるって感じ。そうやね。うん、まあ。そうやな、まあ俺の就活は参考ならんよマジで。今喋ってて思う、なんか結局だって、うん、
6社しか受けてへんし、うん、そうなんや。そうで受かった瞬間もやめたから調べんのも、もうそこ行こうってなったから、うん、そっか。そうあんま、まあでも自分でやる人はやると思うから、うん、うん、そう、こんなもんですか。こんなもんですね。俺はそやな、ゆうすけの話も聞きたいけど、それは録画はせんでいいけどな。じゃあ今回はじゅんきさんありがとうございました。わざわざ、いやこれ動画になんの、なるよちょ一つだけじゃあ最後に言っといていい、うん、いいよ。今日このインタビューする前に、うん、こう自転車撤去されたんですよ僕、うん、で15分置いてただけで撤去されて、めっちゃ気分悪くてなんかなんかそういうの顔とか言葉に出てたらすいません大丈夫大丈夫、出てなかったよかったOK じゃあありがとうございました。いえいえ、また呼んでください。はい